はい、皆さんどうもおはようございます。今日はちょっと寝坊しちゃいました。私4月19日8時8分ですね。もう8時9分になろうとしています。実はね、昨日の夜結構ここで遅くまでやっちゃって起きれなかったですね。皆さん濁り方こんな感じです。いい感じにデイゲームの時の濁りになるんじゃないでしょうか。僕はこのぐらいが一番好きですね。このぐらいかもうちょっと薄いぐらいが一番好きです。はい、ではやっていこうと思います。アンガーさんは上流側にはいらっしゃらなくて下流側にね、1,2,3,4 名バンドの方にいらっしゃいます。よろしくお願いします。懐かしのゼフォーできました。水分は昨日低かったですからね。今日は25度ぐらいだったら、あ、あれぶつけた。いいんですけど、どうでしょうか。うわ、やっぱ壊れた。くそー。一応上は 25.5 度ぐらいを示してますが、パリッといっちゃいましたね。パリッとっていうか割れてないけど、中のこの液が分離しちゃいました。まあ、直せるんでなんとか。大丈夫でしょうか。横着したせいですが、今日は贅沢にオニマル 20g の赤金でいってみます。はい、もうチヌかシーバスどっちかが食ってくれりゃいいやという感じでいきます。今日はアンタラシ DCMD18 ですねと、おフックセンスジェノス88、危ねえ、 ML これでいきます。よろしくお願いします。ラグはこっちを、よし、沈めてカピカピやっていきます。そこは一緒です。思ったより流れがもうなんか止まっちゃってますね。流れてるけども風は思ったよりもマシ、もっと 7-8m 吹くのかなと思ったんですけど、全然そんなことなく、逆にこのぐらい風があった方がありがたいぐらいですね。着底ちゃんと待ってからコツコツ当てていきます。キュン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 と当てながらコツコツ組んでる感じですかね。僕は好きなのは、ね、ちょっと当たらなかったなと思ったら下げたりとかして、余裕があればね、歩きながら行った方がいいですね。新しいとこ新しいところってね、巡っていった方が僕は一歩が伸びると思います。でこうやって見た中でもちょっと 30m 先が右側に曲がってるんですけど、で突起してるんですけど、その突起してるところの後ろによれが発生するよとか、その手前に岩が1個こうね、離れ小じゃん出るよとか、そういうねちょっとした変化も流れが効いてくると、どれが発生して、結構その後ろにね、シーバスも、チヌもつくことが多いです。ちょっと置き場狙ってみましょうか。ちょっとブレーキ効きすぎな。昨日は結局、置きを狙う普通の釣りというか、まあ、こう今の釣りみたいじゃないやつを展開していったんですけども、全く当たりなくて、でベイトがたまに上でジボってなってる感じがしたんで、表面系から攻めてたんですけど、全くね当たりがなかったんですけど、で最後にちょっとだけこう岸際攻めてやろうかなと思ったら3ヒットぐらいして、1匹だけ最後チヌがかかったんですけど、まあ、45ぐらいのチヌでしたけど、ランニングの時にちょっとね暴れさせたら外れてしまいました。でもそれがすごくて、ウェーバーにしたら1投目で食ったんですよ。フォールで着底の時はもう食ってましたね。で、フックが外れたルアー見てみたら、フックがギシャーってひしゃげてて、うわやっぱすごいんだなっていうのを噛む力はと思って、すごいことになってました。ミキャーって曲がっちゃって、フックがね、それなりにこう強度がこういう1000円超えてくるような
鉄板よりもちょっと弱いのかもしれないですけど、それにしてもって感じでしたね。めきゃってフロントフックがやられてました。そろそろスパイクシューズも買わないといけないですけど、あの価格帯見てると前よりも 2,3,000円上がってるんですよ。多分あの円安のせいで上がっちゃってるんだと思うんですけど、なかなか手が出ない。前は 5,000円ぐらいで買えてたんですけど、今はそうですね、7,000円ぐらいします、下手したら。相当な値上がりだからね、修具使って剥がれてきたり穴が開いてきたら直したりして、今これ使ってるの、僕これ冬用のスパイクシューズ使うね冬用のスパイクシューズですよ。雪原の飛び魚みたいな感じで、あの保冷剤が、保温剤が入ってるというか、こういうシュノーシューズみたいな感じで、ここが綿が入ってるっていうねはい、そんな感じで、今日の特質としては、まあ、温度がまあちょっと少し割れちゃいましたけど、多分25度、25.5 度ぐらいで、まあ安定したんだなと。昨日よりちょっと一度 1.5 度ぐらい上がったなって感じで。で、濁り方がね、濁り好きな人にはいいんじゃないかなっていう感じです。だから、地主さんとか地の狙いの人にはいいのかもしれません。はい、まあシーバスでもね、濁り好きな人いっぱいいると思うんで、台風後のあれみたいにこう土が舞っちゃって、ゴミがすごい濁りじゃないからいいのかもしれません。はい、では皆さん週末いい釣りをしてください。この情報が参考になれば幸いです。はい、失礼いたします。バイト行きます。ちょっとだけやって。ちゃんと口にかかってました。やった、復古、復古じゃない、生後やだ、もうこのまま逃がしてあげましょう。小さい生後くんです。ちゃんとヘッドシェイクしてシーバスと分かりました。はい、こんな感じ。30センチぐらいですね。30あるなしかな。はい、ありがとう。よし、入った。いやいや、朝からエキサイティングな釣りを楽しませてくれました。はい、トルバーは鬼丸の 20g でした。